すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は、次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも、機動力が必要となる。それには、やはり、電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定。2番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月就役予定と配備はこれからだ。太平洋型は、毎級である、そう、流型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、流型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の東竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、東竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、流型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は、30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双竜型のおよそ 1.5 倍以上に荷も達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、
対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要があるだろう。また、2020年に太平洋が実際の進水式を迎えるまで、までには一部では推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、太平洋型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双竜型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、太平洋型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、太平洋は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも太平洋型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が
20ノットほどの日本の潜水艦では、その域に到達することはかなり困難である。今後、リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。オス、案内役の東条朝香です。今日も元気に。今回も気になる記事を見つけました。南シナ海での水蒸気爆発、もしや原子力潜水艦が海底で爆発したのではないかとの発表もあり、ニュースとなっています。これに対してネットの反応も伝えていきますね。スプートニクからの記事を時系列で読み上げていきます。11月22日11時頃、米海軍の駆逐艦は20から21日、中国が領有権を主張する南シナ海の海域近くを航行した。ロイター通信が米軍報道官の話をもとに報じた。第7艦隊報道官は、中国の過剰な権益の主張に対抗する航行の自由作戦を行うために、駆逐艦が、パラセル諸島とミスチーフ州の海域を航行したと語った。中国空母、遼寧。中国初の国産空母、科学調査実験と訓練のため、南シナ海へ向かう。中国は、パラセル諸島やスプラトリー諸島、スカボロー礁をめぐって、ブルネイやベトナム、マレーシア、フィリピンと領土紛争を行っている。2013年末以降、中国政府は、これらの島々で人工島の建設や、これらの地域の拡張、開発に関する大規模な治水、建設作業を行っている。米国と日本は、海軍基地や軍用飛行場への変化を含む、軍事目的で利用される可能性がある陸地の区画を中国が形成しているとして非難している。11月22日18時頃、南シナ海で、TNT 換算で、最大20キロトン相当の水中爆発が記録された。21日、ハルターナーラジオショーが海洋モニタリングサービスの情報をもとに報じた。現在伝えられている情報によると、爆発はモスクワ時間02時22分、日本時間08時22分に約50メートルの深さで発生した。消息筋は爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張している。
センサーが爆発による強い衝撃波の発生を記録したという。なお、地質調査所は南シナ海の同海域で地震が起こった可能性を排除している。メディアは定期的に同海域にいる米海軍の原子力潜水艦の一つで爆発が発生した可能性があるとの見方を示している。なお、この情報は今のところ公式には確認されていない。11月23日2時頃、ロシア消費者権利保護福祉分野監督庁は放射能事故に関する発表から南シナ海地域の放射能環境のモニタリングを強化した。発表では、環境モニタリングのグローバルネットは、この地域で放射能レベルの上昇を観測したことが確認された。機関は、ロシアに対する脅威はないと強調した。以前、巨大水中爆発に関しては、米国のラジオ局、ハルターナーラジオショーが、軍の情報筋を引用して報じた。軍の情報筋がポータルサイトに語ったところによれば、事故は、深さ50メートル地点で発生し、その威力は TNT 換算で10から最大20キロトンと推測される。情報筋によれば、地震は除外されているという。この地域は、恒常的に米国の潜水艦が往来していることが報じられている。この規模の爆発が実際に発生していた場合、潜水艦一隻が損害を受けたか、潜水艦が同地域を離れざるを得なくなっていたと指摘がされた。公式にはこの情報は確認されていない。それではネットの反応です。仮に原潜の原子炉事故だとしても、20キロトン級の核爆発は発生し得ない。また、CTBT に署名してる中国が国際法に違反してまでも、公海上で搭載核兵器の爆発実験を実施するとは考えがたい。そもそもニュースソースが怪しい。本当だったら沖縄も危ないよね。はっきりした、続報欲しい南シナ海 TNT 最大20キロトン相当の水中爆発。記録2019-11-21日消息筋は、爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張。南シナ海で原子力潜水艦が爆発か。原子力潜水艦が爆発。南シナ海で原子力潜水艦の爆発があったようだ。海洋汚染が心配だ。生き物の生態系に影響が気になる。南シナ海で米軍原子力潜水艦が爆発の可能性。誤報だと言いだがや。南シナ海で TNT 換算20キロトン、広島原爆15キロトンより上だが、現代の核にしては小さい数字に思える相当の水中爆発があったようで、米中どちらかの原子力潜水艦じゃないかと。台湾や中国沿岸部で放射線の値が上昇したとか。フェイクであってくれ。今、YouTube で見たが、南シナ海で核爆発らしき爆発があったと。周辺海域では異常な放射線を感知しているらしく、爆発規模は TNT20 キロトン級、震度 50M ということ。この情報の詳細が知りたい。実験なのか暴発なのか？この情報は11月22日午後11時17分 EST 時点です。やはり、憶測は憶測を呼びますね。私も、この記事は気になるところです。実験なのか原子力潜水艦の事故なのかはわからないでしょう。ドローンなども出てきてる状況。海底でのドローンが開発されていてもおかしくないのでは。もっとも、このニュースの詳細が世の中に出てくることはないでしょう。バレたくはないのですから。今日はありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。
何を恐れているのか中国政府。今、台湾南部に展開している。米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか。詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに、激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは、中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や、H6 爆撃機、Y8 戦勝海機などだが、かつて、1995年から翌年の、第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿がもうない。その当時であれば、アメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近に、なすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な、空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍は、セオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃をシミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も、辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を法具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。人口約2400万人の台湾と約14億人を擁する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では実質的にあまり利点がないと映るかもしれない。しかし、政治的には正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の二つの中国に追従支付を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものと言える。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、
西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線といえる。これを超えて、中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するという言わば目印であり、2020年9月までは中国軍も、そこを踏まえて、あえて、そうした行動は控えていた状態だった。それが、2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに、中国軍の航空機8機が、中間線を越えて台湾側に侵入。翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に中国軍は東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と次級の強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。